ご苦労様でございます。また、時刻を指定させていただきましたのに、起参をいたしまして、誠に申し訳なく、まず冒頭お詫びを申し上げます。まず、最初に2点ほどご報告をさせていただきます。この日曜日から、あさってですね、24日帰国ということで、訪米をすることとなりました。目的は、日本とアメリカとの間の外交関係をより重層的に強化をしていくと、こういう目的のもとで、政府間の外交をサポートをしていくと、こういう思いの中で、党として外交関係をしっかり強化をしていくと、こういう方針が、越井氏幹事長のもとで確立をいたしておりまして、先だって中国を事前ミッションとして訪中してまいりましたが、今度はアメリカの方に参りまして、今後の訪米団を作っていく、そのための事前ミッションとして訪米をすることとなりました。アメリカ政府関係者、また議会関係者、またシンクタンク等々、いろんな方々と意見交換をして、今後の訪米団をしっかりと派遣をしていく、そのための事前の話し合いをしてまいりたいと思っております。また2点目でありますが、ご存じのように TPP の問題につきまして、来週両院議員懇談会を総理出席の下で開催をいたします。いろいろまだまだ多くの皆さん方のご意見があり、交渉参加に向けて関係国との協議に入ると、この段階の中でまだ国民の皆さん方の中にさまざまな不安があることもよく認識をしておりまして、そういったことについてしっかり党として受け止めて取り組んでいく、そういう思いを総理とともどもに共有してまいりたいと、このように思っております。以上2点ご報告をさせていただきました。